どうも皆さん、きのこでございます。カバンの中身をご紹介したいと思います。実は私、最近カバンがいろいろとコロコロ変わり始めてですね、ちょっと最近はこれがすごく増えてきたので皆さんにご紹介したいと思います。まず、はい、ヘッドホンです。私本当にイヤホン派からヘッドホンに変わってヘッドホンになりました。結構ごついというかね、マットな質感ではあるんですけど、ちょっとごつめでこれをカバンに入れてます。で、カバンに入れるときはここがね、畳めるんですよ。こう、よいしょ、畳めるのでこのままポンって入れるようにしています。2つ目がパパーン、これはもう本当にぎゅうぎゅう詰めなんですけど、このポーチを入れています。で、お出かけ用とかなのでそんなにごついものを入れてるつもりはないんですけど、何が入っているかというと、1つ目が日焼け止めですね。この時期すごい大事な日焼け止め、これ体用なんですけど、ジェルのタイプの日焼け止めと、これは日焼け止めミストです。これ無印良品のやつなんですけど、顔にかけるやつね。一応フレグランス用をね、持って行ってます。香水ね、これオーパラディのね、金木犀の香りのやつですね。マークス&エブの、あ、なんていうか、汗拭きシートですね。で、これがすごくいい香りするんですよ。ベルガモットとペパーミントの香りがするんですけど、このボディフェイスシートを最近すごい入れて体に拭くようにしています。そう、もう汗すごいんですよ私、だから絶対必要。これがマジックハンドクリームですね。これ薬用のね、あれです、殺菌用ジェルです。はい、普通のハンドクリームに見えるけど、実は消毒用のジェルっていう。こちらもうこのまま入れてるのはもう本当に自分のズボラさがバレちゃうんですけど、イブです。はい、ロキソニンをね飲んでたんですけど、ちょっと最近はイブに変えてます。で、もうお供です。ずっとロートの目薬ですね。もうお供ですね。で、最後に、そう、これ櫛です。そう、結構長い櫛なんですけど、私前髪パーマ当て始めたじゃないですか。で、ちょっと今こうペッタンにしてるんですけど、前髪のパーマって手櫛でやった時になんかちょっとこう自分でうまくできないので、細めのね櫛を用いて、そう、こういう感じでこれすごくいいです。最近ビューティーが多いかも私、家がこれとぐらいかな、スカラカになりました。で、このポーチは無印のポーチです。はい、すごい使えるんですよ。次がこれ、はい、このポーチがオールドマンズテイラーのポーチです。ここに R&D 見えるかな、 R&D のやつで、結構ね形がもうすごいいびつになっちゃってるんですけど、いろいろ入ってて、で、何が入ってるかというと、ベースパウダーが入っています。これエトボスのね、チークですね。あとはリップの3本入れてますね。これジェムのシリーズなんですけど、リップ入れてます。こういうちょっとスモーキーなピンクと、なんかそう、キャンドルみたいになってるけど、この色とこの色ですね。超重宝してます以上がこの中に入ってるもので、次が N25 のちっちゃいやつなんですけど、小銭が入っています。 N25 の大財布の方です、ガマ口。こう並べたら分かりやすいやつのちっちゃさで、こっちがお札とかカードとかが入ってて、こっちに小銭を入れるようにしています。最後にiPhone 携帯が、まあ入ってる時もあればポケットに入ってる時もあるから、まあカバンの中っていう言い方をするとちょっと嘘ついちゃうんですけど、まあまあ五分五分で入ってますねって感じです。で、皆さん多分気になってるんじゃないかな、このカバンがどこのかっていうと、これはビショップで買ったんですけど、このブランドになります。そう、私も一目惚れして可愛いなと思って。で、このカバンがね、実はiPod とか、あと結構ね A4 とかのサイズのものとかだと、どんなものでも入りやすいので、意外にね丈夫だし、夏場持ってると便利かも。で、中もちょっと見えるか分かんないけど、ここに袋の入れるところがあるから、ここになんか鍵入れたら、待って、鍵忘れてた皆さんすいません、鍵を忘れてました。鍵ない状況で外にどこ行くねんって話やね。はい、鍵です。これも N25 の鍵のキーケースなんですけど、ずっと使ってるなこれも。うん、めっちゃ便利。はい、っていう感じで、すいません、カバンの説明してたのに急に、もう一回やり直そうか。で、カバンが、まあ、そのビショップのここのブランドなんですけど、A4 サイズとかのものも入るし、あとすごいしっかりして丈夫です。結構ね、あんまり荷物入れない人とかは、こうクラッチみたいな感じで持つこともできるから便利かもしれない。ちょっと2万弱するんですけど、
いい買い物したなとは思いましたね。で、裏側がね、こんな感じになってて、あの取っ手と同じ色味と、あとここがスナップボタンになってます、金色。はい、すごい可愛いね、形のカバンなので便利なんじゃないかなと思います。ただまあなんか編んでるやつやから、ちょっと思ったのは、まあ、使っていくことにちょっとボロッとはしてくるので、それだけはちょっとね、あのまあこういう編み系のカバンにとってはまあまあそういう部分があるんだろうなっていうのは思っててもらえたらいいんじゃないかなと思います。はい、ということで以上です。どうですか、なんかお出かけのカバン結構変わった気する。前までなんか充電器とか入れたりとかさ、結構なんかこうメンズ寄りのアイテムを入れてたんですけど、まあまだまだメンズ寄りかもしれないけどあのこんな感じに最近になりました。はい、ということで皆さん本日もご視聴ありがとうございました。ゆきっと登場きのこでございました。また次回の動画でね、会いいたしましょう。ではバイバイ。